皆様方元気いっぱいに大いに活躍活動をされているお姿を目にかかりまして、大変心強く存じます。また日頃この福祉の推進をはじめといたしまして、苦勢万般いろいろとお力添えをいただきまして、心から敬意を表する次第であります。皆様方のおかげで中国の魅力ですね、一段と磨きがかかってきているわけであります。特に福祉ですね、福祉が中国が充実している、ということで、本区の大きな魅力となっているわけでありまして、その魅力にどんどん引きつけられるように人が増えてきております。平成9年にはもう7万人を切るんではないかな、7万1800人も、もっともっとやらなければならないことがあります。鈴木隆夫会長さんのお話にもありました、自立ということはね、本当に重要であるわけでありますから、生活が自立できるそういう社会、不安のない社会、これをしっかりと作っていかなければならないわけであります。ノーマライゼーションの実現、そしてバリアフリーの推進ですね、みんなで力を合わせていこうではありませんか。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。中国ますますの発展のお話ありがとうございました。中国社会福祉協議会会長柴崎仁久様にご挨拶お願いいたします。皆さんお元気で新年を迎え、本当にお喜び申し上げます。新しい年を迎えまして、景気も依然として低迷しております。なかなか倒産や離職者の増加、それから雇用不安の状況、こうした中で、福祉協議会といたしましては、障害者就労支援センター、障害のある方の一般の就労の機会を与え、身近な地域で安心して働き続ける就労と生活面の支援を一方的に提供し、自立と社会参加の促進に取り組んでおります。今後とも皆様方と連携を密にして充実した福祉活動に努力したいと思いますので、一層のご協力をお願いいたします。うさぎ年ということで、うさぎの長い耳のように、やはり心を澄ませ、耳を澄ませ、たくさんの情報を取り入れながら、そしてたくさんの皆様のお声を伺いながら、今年も進めてまいりたいと思っております。先ほど矢田区長から中央区の福祉のお話ございましたけれども、私は東京都の福祉の面でしっかりと皆様方のお力に役立つよう頑張ってまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしく今年もお願い申し上げます。副議長をしております石田秀夫でございます。この中央区、命と健康を守る中央区のと旗を掲げてですね、これからも一層皆様方の区民の健康をしっかりと守って、また福祉も充実させていきたいというふうに、区議会も一緒になって頑張ってまいります。どうぞ皆様方よろしくお願いいたします。鈴木さんでございます。明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。区議会の今野博美と申します。中小企業の皆様のますますのご発展、そして今日はボランティアの方もたくさんお見えだと思っております。本当に尊い奉仕の精神に敬意と感謝を申し上げてご挨拶に変えます。ありがとうございます。先生お願いいたします。皆様新年明けましておめでとうございます。皆さんおめでとうございます。区議会議員の渡辺博俊でございます。みんなの党の田中幸太郎と申します。二瓶文隆と申します。今年もですね、皆様方といろいろご相談させていただきながら、本当に福祉の充実に努めてまいりますので、また今後もご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。本日おめでとうございます。中視鏡の皆様には、福祉センターの、健康福祉祭りをはじめ、さまざまな行事ご協力いただいてます。今年もどうぞよろしくお願いします。菅山南氏でございます。
当時統一から顧問を仰せ使っております。この会の素晴らしさというのは自律的ですね。自分たちが先頭に立ってやっとこうというその意気込みがあるんですよね。そのおかげをもちまして、多くのボランティアの方がですね、貴重な時間を割いて支えてくれたり、これは実に素晴らしいか。何かこの入ってきましてパーッとした気持ちがですね、花一面に咲いているというような素晴らしい会場です。